テカ。こんにちは。こんにちは。豆なずクッキングへようこそ。今日は第9回目の放送です。いよいよ10代目の大台にも乗る一歩手前というところですが、今日は何を作られますか？今日は新大久保でも大人気のチーズドッグを作りたいと思います。先生のご年齢でもチーズドッグは推してるのですね。推してます。今回の一番のポイント、揚げないというところがポイントです。揚げない。なるほど、はい、お家で揚げ物をしようとすると結構手間がかかったりですとか、匂いがすごかったりですとか、洗い物なんかも大変ですけれども、油を使わないことで誰でも簡単にホットドッグができちゃうということでよろしいでしょうか？その通りですね。今回はオーブンを使ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。腰回復します。バラスティカ、みんな見て、これパジャマなの、かわいいでしょ。ノベルティでもらえるので、ぜひ数量限定なので早めに欲しい方は店頭にGO。今日使う材料はこちら、牛乳、HM、卵、チーズ、以上です。なんとですね、今回の工程、はい、5段階です。うわ、簡単。めっちゃ簡単ですので、早速やっていきたいと思います。はい、はい、まずオーブンを190度で予熱しておきます。出たー、はい、予熱はマスト。予熱入ります。はい、お願いします。190度。190度ね。サワデさん。はい。サワデさん。はい。大事なこと忘れてる。どうしたの？サワデさん、はい、前回やったミス、中の天板取ってね。やばい、もう忘れてた。前回のミスは去年のミス。違います、先々週のミスです。じゃあ190度ね。はい、余熱オン。もう簡単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 。はい、じゃあ豆田先生お願いします。はい、まずこちらの裂けるチーズに竹串を刺します。ですが、うちには竹串がない。そう、割り箸なら大量にあるということでですね、こちらに割り箸を刺していきたいと思います。いいですね、その作業楽しそうですね。結構ね、力いるからパワーでいきます。手洗ってますからね。言っときますけど、毎回言いますけど、一応言うから。はい、オッケー、オッケー。卵、牛乳を溶いたボウルにホットケーキミックスを入れて、粉っぽさがなくなるまで混ぜます。混ぜ混ぜ、きました。イエー、混ぜタイム。イエイエイエイ、オッケー、オッケー。どうした？終わったよって。本当に言ってんのか、あんた。ってことは卵も半分でいいんだわ。3分か。入れすぎちゃうとドゥルドゥルになっちゃうよね。あ、そっか、半分でむずいね。牛乳はじゃあ半分にして、卵はまあいいんじゃない？いいか、うん、じゃあ小さじに、牛乳小さじに量ってもらっていい？小さじに。はい。毎回思うんだけどさ、小さじとかって意味あんの？小さじとかって全然意味ないよね。結構意味なくないって思っちゃうんだけど、素人にはさ。私も思ってますよ、それは。でもさ、この作り方でさ、チーズホットドッグできたらさ、家で超簡単にできちゃう。みんなも買いに行かなくていい、並ばなくていい、うん、どう？どう？どうって言われてもな。そしてですね、はい、次です。こちらにチーズをつけて、うん、鉄板に並べていきます。アルミホイルをじゃあここに引きましょうか。じゃあそうだね、はい、銀のアルミホイルと、はい、花柄のアルミホイル、どっちがいい？花で。花で。かしこ、やっぱそこはギャルでいこう。だよね、うん、やっぱギャルと言ったら花、うん、フラワーだから。フラワー、ギャルと言ったらフラワー。イエス。絵文字は絶対フラワー。プリの落書きフラワー。一生ダチフラワー。スノーのスタンプフラワー。ラインの絵文字フラワー。まずちょっとずつ。はい。スプーンとかで入れちゃおうかな。10分か15分。はい。焼きまーす。はい。すいません、できました。はい。こちらです。やばいよ。なんでこうなった？いや、しかもちょっと剥がれなくて、あのね、ちょっと想定と違った、やっぱちょっと卵が多かったのかな、結構黄色くなっちゃったっていうのと、生地が緩かったから結構広がっちゃったんですよ。まあ、そうなんだよね。作り直しかなって、そうだね。正直思ってます。さすがにこれは、はい。作り直したいよ、やっぱうちらは料理人だから。頑張ろう！おう！バラスティカ！皆さん、完成しました！イエーイ！月
とね、失敗を踏まえて、牛乳をちょっとずつ入れて、はいはい、手でこうやって形成しながら作ってみました。はいはい。そしてこちら。でーん。おー、すごい、よかった。あのね、なんかチョココロネみたいのできちゃったんですけど、でもいいよね、いいよ。なんかさ、美味しそうじゃない？すごい美味しそう。パンみたいな感じで、うん、どうどう、え、いいじゃん。だけどくっついちゃってんだけどさ、結構良くない？お、ケチャップお願いします。かしこ。食べましょうか。食べましょう。わーい、ね、はい、ありがとう。あ、ごめんね。美味しそう。いただきます。うん、うん、やっぱホットケーキミックスだから美味しいね。うん、弾力がすごすぎて輪ゴムかと思ったわね。なんか揚げないからヘルシーだと思う、うん、うん、まあ元の味はほんとホットケーキって感じ。あんた映ってないね。あ、でもこれは成功だわ。じゃあね、大成功でした。ごちそうさまでした。パラスティカ、今日はホットケーキミックスで揚げないチーズドッグを作ってみました。簡単なのでみんなも作ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。